はい、望月凛です。今回はハーバード大学で幸福に関する研究をしていたショーン・ウェイカー先生の書かれた幸福優位7つの法則を解説していきます。いきなりだが、努力して成功すれば幸せになれると思っていないか？思ってますよ。億万長者になって、今より痩せて、モテモテのボンボンになることができれば幸せになれるはずです。ではなぜお金持ちになり、ダイエットに成功して、パートナーがいるのに幸せを感じないどころか自殺してしまう人がいるのだろうか？この本はそんな疑問を27万人以上の人を対象にして何十年も研究し続けたんだ。そして分かったのは、幸せだから人生がうまくいくということだったんだ。幸せに過ごしているから仕事のパフォーマンスが上がり、成功するという順番だったんだよ。笑う角には福来たるなんて言うが、まさにその通りだ。今回の授業を受ければ、そんな成功と幸せの関係を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。一つ目は、幸せだから成功するだな。成功するから幸せになれるのではなく、幸せだから成功する。まず成功するためには高い仕事のスキルが必要になる。その仕事のスキルを発揮できる時というのは、ポジティブで幸せな時なんだ。幸せな時に最も仕事の効率が上がるわけだ。逆に一番頭が働かないのはネガティブで不幸せな時だ。例えば、今月マンションの家賃が払えそうにないとか、少しミスしただけで怒鳴ってくる上司が真横に座っているという状況で、クリエイティブな仕事をすることはできないだろう。人間はピンチの時、頭が働かないようにできているからだ。ブラック企業でボロボロになった人が、働くか死ぬかの二択になってしまうのはそういう理由だ。だから今不幸せな人は成功できないということだな。にもかかわらず、ほとんどの人は未来の成功のために今の幸せを犠牲にしている。だからここからは今から幸せになる方法を説明していく。次は、今日あったいいことを3つ書き出すだな。まずどうやっても幸せになれない人にありがちなのが、失敗や不幸に注目する癖がある人だ。ヤフーニュースのコメント欄にもよくいるだろう。いつもダメな部分だけを見ようとする人が、物事を自分がどう捉えるのかが、その物事そのものより重要なんだ。全てはお前の捉え方次第で決まると言っている。物事には常に良い部分と悪い部分が混ざり合っているんだ。にもかかわらず、悪い部分だけを見て勝手に挫折し自爆してしまう人が多いわけだ。コップに入った水を見て、まだ半分もあると思うか、もう半分しかないと思うかという有名な話がある。成功する人はまだ水が半分もあると思うことができる人だ。でも難しくないですか、そのネガティブ思考を直すの。その癖を直す方法として、毎日起こったいいことを具体的に3つ書くことだ。ああ、例えば、帰ったら犬が迎えてくれた、いつもより5分早く帰れた、好きな女性と手をつなげた、こんな感じだな。些細なことでもいいから3ついいことを書くんだ。そうすると、物事の中からいい部分を見つける癖がつく。今日は何もいいことがなかったと思う人は、いい部分を見つけられていないだけど、まずは今、幸せな部分を見つける癖をつけることだ。次、幸せになるには、楽しみを待つ。だな。お前、今何か楽しみにしていることはあるか？いや、特にないですね。それは良くないな。ある研究によると、お気に入りの映画を見に行くと想像しただけで、脳のエンドルフィンが 27% も上がり、幸せになれることが分かっているんだ。私たちは楽しみを待っている時間もとても楽しいのだよ。ディズニーランドに彼女と行って、スプラッシュマウンテンの行列に並んでいる時間、あれ楽しいだろう。デートの10日前くらいから楽しいはずだ。自分が楽しみなことであれば、何でもいいぞ。自分にとって本気で、楽しみなことを作ってカレンダーに書き込んでおき、時折、その日のことを考えてみるだけで幸せになれるんだ。次は、得意なことをすると幸せになれるだな。誰にでも何かしら得意なことがあるものだ。話すのがうまいとか、ゲームがうまいとか、バームクーヘンを焼かせたら天下一品とかな。背が高いとか、力が強いでもいいぞ。どんなことでも自分の得意なスキルを使うときに幸福感が湧き出るものなんだ。作曲家は音楽を作っているときが幸せだし、サッカー選手はサッカーに没頭しているときが幸せだ。実際に自分の得意なことをやっている人は幸福度が高いことが分かっている。でも俺、自分の強みなんてないんですけど。それは間違いだ。誰にだって強みはあるものだ。それがないと思っている人はまだ気づいていないだけだろう。
自分の得意なことは意外なところに転がっているものだ。そんな自分の強みを発揮する機会が一日に少しでもあれば幸せになれるんだ。次は幸せになるには運動せよだな。1週間に3回45分間の運動をするとストレスや不安を減らし仕事の効率が上がるんだ。実際にうつ病の患者を対象にした実験で運動は抗うつ剤と同じ効果があることが分かっている。しかも運動には副作用もないしな。つまり気分を上げて幸せになりたければとにかくウォーキングでもサイクリングでもジョギングでもいいから体を動かすことだ。運動って続けるのが難しいんですよね。そこで運動習慣にするために20秒ルールを活用するといいぞ。簡単に言うと習慣化したい行動がある場合その習慣を実行するまでにかかる時間を20秒早めることだ。逆に悪い習慣をやめたいのであればその習慣を始めるまでの時間を20秒だけ増やすといい。例えば運動を習慣にしたいのであれば常にニューバランスみたいな運動靴を玄関に置いておきいつでも体を動かせるような服装にしておくといいだろう。運動するためにいちいち服を着替えるのめんどくさいだろう。服を着替えている20秒の間にああもういいやって心が折れるわけだ。逆に習慣化してしまったテレビを見たくないのであればリモコンから電池を外しておくといい。電池を入れるのに20秒かかるとめんどくさくなってテレビをつけなくなるんだ。 SNS を見る時間を減らしたいのならアプリを消したりログアウトしておくことだ。そうすれば20秒以上の手間が生まれて見るのがめんどくさくなる。私たちは手間がかかるとやりたくなくなってしまうんだ。人間の意志は非常に弱く常に楽なものに流されているものだ。だから運動をするときに意志とか決意で何かをしようとしてはいけない。それよりも楽にできるように頭を使うんだ。次は自信を失ったら目の前のことをやるだな。誰でも生きていれば大きなミスや挫折を味わうものだ。仕事のミスで先輩に思いっきり怒鳴られたり彼女が浮気していたり騙されて借金を背負ってしまったり、まあ生きていればいろいろあるだろう。そうやってストレスや試練に圧倒されていると人間は理性が感情に乗っ取られてしまうんだ。イライラした時は無意識に甘いものを食べてしまったりするだろう。その他にも株価が下がって強いストレスを感じると人は感情的になって株を全部売ってしまったりする。こんな風に人は大きなストレスや試練に遭うと感情的になってバカな行動に出るわけだ。そうなる前に理性を取り戻す必要がある。目の前の小さくてコントロールできることをやるんだ。例えば最近ちょっと疲れてて気分が乗らないなと思ったら家の中に転がっているアマゾンの段ボールを片付けてみるとか溜まっていた食器を洗うとかポストに入っていた大量のお便りを仕分けするみたいなことをやってみるんだ。それが達成できると少しずつだが自分で物事を変えられるコントロールできるという感覚が生まれてくる。そうやって少しずつ自信を取り戻していくんだ。自信というのはどれくらい自分で物事をコントロールできると思っているかで決まるんだ。人間は自分で変えられるという感覚を持っているとストレスが減り健康にもいい影響がある。だからストレスを感じて行き詰まりそうな時はまず掃除みたいな小さなことでいいから自分でコントロールできることをやって自信を取り戻すことだ。次はピンチの時ほど人と接するだな。最近家族や恋人友達と接しているか？恋人はいないですし親とは会わないし友達も30を超えてからみんな忙しくて会ってないんですよね。男の一人暮らしはそうなりがちだな。だが人がピンチや脅威に直面した時最も心の支えになるのは人とのつながりなのだよ。人というのは人とのつながりが大事な時ほど自分の殻に閉じこもってしまいがちなんだ。誰でもそういう経験があるだろう。だが気分が乗らないからとか仕事が忙しすぎるからといって誰にも会わずに一人で頑張っていても仕事の効率は下がるだけだ。むしろギリギリの状態が続けばどこかで心が折れてしまう。私たちはそんなに強くないのだ。成功している人は忙しい時ほど周囲の人たちとの結びつきを強めているんだ。結局そうやって人とつながり合った方が幸せだし仕事の効率も高くなるし失敗からの立ち直りも早いんだ。最後は物ではなく経験を買うだな。これもよく言われていることだから説明するまでもないのかもしれないがあえて言わせてもらおう。物を買った時に得られる幸福感というのは笑えるぐらい短時間で消えることが分かっている。しかし経験、特に他の誰かと共有する経験にお金を使った場合は幸福感が長続きするんだ。実際に150人を対象に調べた結果、知人とレストランで食事をしたりコンサートに行ったり遊園地に行った人は靴やテレビ、高級時計などの物を買った場合と
比べてはるかに大きな喜びをもたらすことが分かっている。確かに友達とカウントダウンジャパンのライブに行った時のことは今でも覚えてるな。楽しかったな。リンさんは何にお金を使っているんですか？私の場合はお金を使うポイントは健康、教育、経験の 3K だな。これにはお金を惜しまない。幸せだから成功するとは驚きです。辛そうにゲーム実況している人を応援する人はいないだろう。それよりも楽しんでゲームしている人の方が応援されやすいし成功もする。これは普遍の真理だから覚えておいた方がいいだろう。仮にもし辛くて仕方がない仕事で成功したらそれこそ地獄だぞ。ずっと辛いことやり続けなければならないんだからな。それはある意味本当の成功とは言えないのかもしれませんね。たまにはいいこと言うじゃん。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。